はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にあります、アキラから金田のバイクと金田。はい、こちらね、まあ、相当昔に出たんですけれどもね、私ねこれ持ってなかったんですよね。アキラ大好きなんですけど、6分の1の方は持ってるんですけど、こっちのねちっちゃい方はね持ってなかったんですよ。でこれパッケージを見るとね、まあここにね下にありますけど、2004年ですよ発売が。なのでもうね19年、20年近く経っちゃってるね。でボピニカ魂、はい、まあ一応いろいろねこれはダイキャストとか使われてるんでかっこよさげなんですよ。あ、ここにね名言とかもありますよね。俺用に改良したバイクだ、ピーキーすぎてお前には無理だよ、金田が鉄道に向かって言う言葉ですね。いやーこれまあ一応ねこちらは私は中古で買いました。はい、なのでね今回はこちらを開封していきたいと思います。では早速ねブリスターの状態まで持っていきましょう。はい、ブリスターね、こちらもうあのテープがカットされてるんでね、ちょっとパカッて開いちゃうんで、まあなんてことはないよね、普通に、こういう感じで入ってるっていうことですね。では早速ね一つずつ見ていきましょうか、パーツをね。でその中にねこれ入ってましたね、アキラ、多分説明書ですね。まあパーツの取り付け方、ですね。まあやっぱりね引きすぎるんでね、やっぱ説明書がいるんでしょうね。はい、でもこの説明書もかっこいいね、アキラ、これと一緒に飾ってもいいよね。はい、まずはねホイールカバーですね。はい、特徴的な洗いのねまあこのね金田のバイクはねいろんなスポンサーついてますよね。でこちらはフロントのサイドカバーですね、ここにもシチズンキャノン、でフロントなんでここはウインカーになってますね、はい、一応ねミラーもついてますね、まあさすがに映り込みはほぼないに等しいですけれども、はい、でこちらがフロント上部のねカウルですね、はい、ニコちゃんマークで、こちらがリアのアンダーカウルですかね、はい、で早速金田のバイク、はい、こちら、いやもうね男子の憧れのバイク、もう当時からねこの金田のバイクはめっちゃかっこいいっていうね、ほんとね洗練されたデザインですよね。これに憧れてね金田のバイクをね作ってる人もいますからね、いやーかっこいい、この流線形の形がねもうね先取りしてる、いや素晴らしい。これはね最初からこっちはね、ついてましたね、はい、多分予備が、1つずつで計2つついてるんでしょうね、はい、でこれの特徴はねなんとダンパーが効いてるんですよ。すごくないですか、リアル、すげえダンパーがあるよ。フロントもねしっかりこのねダンパーが効いてるんで押し込んでもね稼働しますよちゃんと。これいやーいい、すごいな。でこのねメーター周りとかもね再現されてますね。あとここのね、ナビゲーションすっごいよな。でこれはねちゃんと動きますね、角度もがっつり動くってわけじゃないですけどね、普通のバイク
近くまでは、回ってんのかな、これほんと再現度高いよな、一番底の部分なんですけど、ちゃんとセンタースタンドが立ちますね、はい、ここからポッてね出ます。いやかっこいいな、めっちゃかっこいいわ。ダイキャストパーツがねすごいね、銀色に光ってかっこいいな、本当にメカメカしさがねすごい伝わってきますね。いや素晴らしい。こちらのねもう一つのギミックがありまして、劇中でもね再現されてます、このフロントがね持ち上がる、これがね再現されるんですよ。こうやってね上げられるんですよ。めっちゃ良くない、これすごい、これはちょっと感動だよね。いやすげえな。で乗るときにカシュッて下げるね。うわすげえ。はい、では最後は金田本人、こちら。はい、まあ金田本人はね上向きですね目が上に向いてます、斜め上向いてる感じかな、うん、で結構ねかなり色黒ですね、うん、まあ、ジャケットはね、うん、まあシンプルですね、うん、特に装飾とかもなく至ってシンプル。後ろはねバックプリントでね Good for health Bad for education、うん、でこのカプセルマークね、いやいいね。ではね早速全パーツをくっつけてね金田も乗せちゃいましょう。バイクの完成です。でこちらはねやっぱり予備ですね、はい、では早速ね金田を乗せたいと思います。やっぱりねフロントを上げましょうね、これはね、はい、こんな感じですかね。いやーかっこいい。サイズ的にはね、20センチぐらいだね、はい、こんな感じですよね。いやいい、うん、やっぱ様になるな。ただ金田のね肌が本当に黒い、うん、ちょっと黒すぎかな。はい、ではね最後はね回転台座に乗せてお別れしたいと思います。この機会にぜひね、チャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。